ツーソンは韓国、現代自動車の小型クロスオーバー SUV である。姉妹車に子会社である、キア自動車のスポーテージがある。日本では、初代モデルが、ヒュンダイ JM の社名で導入されていた。なお、2代目以降については、ヒュンダイの日本市場における乗用車販売からの撤退によりその可能性は消滅している。2004年発表。 車台は XD 型エラントラをベースとしており、ボディサイズはサンタフェより一回り小さいが、ワイドフェンダー装備車だと全幅は 1830mm となる。エンジンは直列4気筒2.0リットルと V 型6気筒2.7リットルガソリン。韓国やヨーロッパ向けには直列4気筒2.0リットルディーゼルも用意された。駆動方式は FF と 4WD の2種類。日本では開発コード名をそのまま社名に採用し、ヒュンダイ JM として市場投入されたが、その理由は2002年以降、日本の商標制度において、地名を商標として申請できなくなったためである。それまで販売されていたサンタフェと入れ替わる形で2004年9月より発売された。 日本仕様は FFG4GC 型 2.0L エンジンの 2.0GL、2.0GLS と 4WD2.7L エンジンの 2.7GLS の3グレードが設定された。メーカーオプションとして GLS 系には本革シートとサンルーフを装備した L パッケージ。 ワイドフェンダーワイドタイヤ装備の A パッケージが用意され、さらに 2.7GLS には L、A パッケージをセットした F パッケージも用意される。また、2004年に日本国内でグッドデザイン賞を受賞している。2009年8月25日、韓国にて発表。欧州仕様と北米仕様はそれぞれ、フランクフルトモーターショーとロサンゼルスオートショーで、 発表された。なお、社名は、北米では従来通りであるものの、韓国では、通村ナイン9、欧州などでは、ヒュンダイナイン35に改名された。新型は、開発には36ヶ月の期間と2800億、ウォンにも及ぶ開発費用を投じられた。IF 型ソナタのプラットフォームをベースとし、FF と 4WD を用意。エンジンは2リットルのシータ、 2エンジンと EVGT と呼ばれる2リットルディーゼルエンジンの2種を用意する。なおディーゼルは欧州のユーロ号をクリアするほどハイガス性能に優れている。そなた同様に足踏み式、パーキングブレーキや大型ガラスサンルーフ、自発公式メーターなどを採用することでクラスを超えた上質感をアピールしている。グレードは装備に応じて X20、LX20。 LMX20 の3種を用意。生産は、ウルサン工場が担当する。また、欧州向けは、キア自動車のスロバキアジリな工場で、スポーテージと共に製造が行われる。欧州におけるナイ35の広告で、男性が、自宅車庫内で、排気ガスを車内に投入し、自殺を図るという CM が流され、大きな批判がなされ、現代自動車は、 謝罪を余儀なくされた現代自動車の意図するところは、同社の排気ガスが100%安全であるということで、あるが、同様の方法で親族が自殺した人たちに対し、非常に無神経であるとの非難の声が上がっている。2011年の米国道路安全保険協会が行った小型 SUV の衝突安全試験で、トップセーフティピックに選ばれた。なお、 燃料電池自動車であるフューエルセルは3代目登場後も継続生産、販売される。北京技車との合弁企業で2010年4月9日から2011年10月6日の間に生産された935にブレーキランプスイッチの不具合が見つかり、12万台強がリコールの対象となった。2015年3月17日、韓国国内にて発表。 韓国国内における社名もソン9からソンに戻った。エンジンについては2.0リットルのクディに加え1.7リットルのクディを追加。前車には6足オートマチック並びに6足 MT。後車には新開発の7足 DCT を組み合わせている。スタイリングについては最新のデザインアイコン、フルイディックスカルプチュアの進化版である。 フルイディックスカルプチュア2.0に乗っとった流霊な物へと変貌を遂げ、ボディについては衝突時の安全性を高めるために超高張力光の比率を18%から51%に引き上げ、前方の障害物を感知して車両を止まらせる自動緊急停止装置を韓国製 SUV で初めて導入した。また新たなグレードとして 通常のグレードに加えて内外装の色合いをセドナオレンジやアラブルーなどに変更できるフィーバーシリーズも用意された2016年の米国道路安全保険協会が行った小型 SUV の衝突安全試験で最も安全な車に選ばれたフズ独自のスモールオーバーラップ全突試験でも最高評価の良好となっている2020年9月14日 オンライン上で発表。フロントには LED ヘッドライトとランニングライトが一体となったパラメトリックヒドンライトと呼ばれるフロントグリルを採用。リアにはワイドなテールランプやスポイラーに隠されたリアワイパー、リアウィンドウに組み込まれたブランドロゴなどが個性を強調する。ボディサイズは全長、全幅ともに拡大。 ホイールベースは 2680mm と 2755mm の2種類が用意され、ヨーロッパではショートホイールベース版のみ、北米と韓国ではロングホイールベース版のみが導入される。なお、ロングホイールベース版は NQ5 型キアスポーテージとホイールベースが同寸である。インテリアは10.25インチフルタッチスクリーンや物理ボタンを排除した。 ナビゲーションディスプレイでモダンな雰囲気を演出している。また、Apple CarPlay や Android Auto を標準装備した。ありがとうございます。